アリスティード・ブリアンはフランスの政治家、首相、外相などを務めた。なんと出身。最初はサンディカリストとして活動したが、ジャンジョレスの引きでフランス社会党に入党。1902年には執行部入りし、しばらくのご国民議会議員となる。その後旧新社会党に席を移し、1909年にジョルジュ・クレマンソーの後を受けて首相に就任する。以後、 1913年、1915年、1921年、1925年、1929年と、たびたび首相に就任する。特に1925年に就任した時には、レーモンポ・ポアンカレが引き起こしたルール問題の収集を図り、結果的に、グスタフ・シュトレーゼマンとの間で取りまとめた、ロカルの条約として結実する。 この功績から1926年にシュトレーゼマンと共にノーベル平和賞を受賞した。また、アメリカの元国務長官フランク・ケロックと共にパリフ戦条約いわゆるケロック・ブリアン協定の締結に尽力し、1929年に締結した。ブリアンはシュトレーゼマンとケロック同様フリーメイソンである。ジュール・ベルヌの15少年漂流記の 少年大統領ブリアンは彼の名前から取られた。ありがとうございます。